今回は、2の生き残りメンツが微妙という風潮に対するみんなの反応集です。それではどうぞ。クズ流はいいだろ。クズ流は。ソニアとソーダもいいだろ。5章で七海、駒枝が同時に消えたからってのもありそう。確かに駒枝と七海の脱落は、はとなったわ。この二人は生き残る枠だとばかり。俺は駒枝は確実に死ぬと思ってたから、5章で死体が発見された時はまあだろうなって感じだったけど、七海が黒はマジでビビった。1で例えるなら5章でキリギリ、トガミが脱落で生き残りが苗木、朝比奈、葉隠れ、深若雲微妙。男子はしっくりこね。この3人が一番普通というか気が合うメンツで。男3人は日向も含めて普通の友達関係って感じが実にいい。歴代生き残りを並べてみよう。無印苗木、キリギリ、トガミ、深若、朝比奈、葉隠れ、ツー日向、ソニア、ソーダ、クズユー、終わり、V3 サイハラ、ハルカは、夢の、マーニのインパクトが弱いのは否めんな。やっぱ無印5章で誰一人死ななかったの奇跡すぎるな。4章で戸上が改心せずにキリギリを殺してた可能性を考えると、やはり桜ちゃんは偉大。V3 少ねえなぁ。言うてクズユーもクズクズ言われてたぞ。終わりは一番ボロクソに言われてたし、そうだ。ソニアもキャラが薄いだのなんだの言われてた。そうだは親友ポジとして功績あったのに。通信簿見てないと親友言われてもピンとこないからな。それに4章でやたらと日向を警戒していろいろ言ってたし。才能を生かしてないやつばっか。ソーダは3章で活躍したし、ソニア、クズリューは目に見えて才能を発揮してるところを見れるタイプじゃないから仕方ないだろ。終わりにもっとフィジカル面で活躍とかあればのう。にはなんかこう、デザイン的に人気出そうなやつが次々お亡くなりになったのはあるな。ナミコ前田は言うに及ばず、豚神とかガンダムとかゲロ豚とか小林龍とか。ソニアは5章の反論ショーダウンが最高だったので許します。その前のノンストップ議論も好き。ソニアを筆頭に、参加最初は没交渉だったクズリューも、ふざけることも多い。ソーダも、事態を飲み込めないことも多い。終わりもなんとかナナミの無実を立証しようとしてるのがいい。ソニアナナミさんは裏切り者じゃありません。クズリュー爆弾の解除を試した時、ナナミは真っ先に試してたよな。終わり裏切り者ならもっと警戒するはずだ。ソニアの爆弾が偽物かどうかはナナミさんは裏切りにはわからなかったはずです。ソニアの時点で偽物だと知っていたのは実際に爆弾を使った私だけです。ソーダ爆弾にかなり詳しくねえ限りは見ただけで偽物かなんてわかりっこねえ。雑音セリフがモノクマ以外全くふざけてないのも好き。そうじゃないんだの論破ボイスからの違うだろの日向の声色でいっぱい辛くなれる。ソーダはテレビ電話作成にエレベーター修理とまさに超高校級の活躍はしてるけど、学級裁判では葉隠れや深川と同じポジションだったから評価がどうしても低くなる。こうして見ると深川とソーダって好きな人と一緒に生き残れてかなりの幸せ者だな。仲悪いわけじゃないけど、ソニアと終わりは深い絡みがなかったから絆が見えない。4章で大切な人、特に親しかった人を亡くしたという共通点があるから。まあ七海と駒枝がいなくなるとどうしても花がなくなるよね。話の中心がこいつらだし、さんもだいぶ死んだけど春巻が生きてるのと、あんまり特定の誰かにシナリオの比重が寄ってないのが違うのかな。V3 の3人は自分を変えてくれた大切な存在を失ったっていう明確な共通点があるのも大きいかな。3人とも赤松桃田茶柱がいなかったら間違いなく途中で脱落してるのも共通してるか。2人とも操作できるし、6章より前にメインになった章あるのも大きいかも。そうだ、メカニックとしては有能クズ流屈指の常識人スタイル、そこそこ議論できるソニアにキャラの中では同位回数単独首位という地味に議論の役に立ってるポジション、終わり時々感が冴えてた。まあモノクマがネタ発言してたように、言っちゃなんだが苗木たちの前座になるように調整されてる感もあるしな。駒枝とかナナミが生きてたら安心感ありすぎるわ。女子がなあ、ソニアは普通にいい子だけど他が濃すぎて薄く見られるし、終わりは目立った活躍はないし、生き残り云々よりは第5章がラスボス戦だったと考えればこれ以上ない結末だと思う。全キャラ好きだから誰が生き残っても嬉しかったぞ。5章の喪失感はまあはい。七海超えられない壁、生き残り。アイランドと通信簿埋めたら全員好きになったから生き残りが微妙とか思わなかったわ。当時のプレイ直後も終わり方が好きで余韻があったから生き残りメンバーについてどうとか特になかったし。表面さらって満足するプレイヤーが多いのほんともったいない。目立つやつや濃いやつが死んでいった何は。に生き残りメンツ全員好きだけど微妙と言われるとちょっと反論しづらい。ヒロインとライバルに勝てるインパクト持ってるやつなんて普通いないし、しないのではないだろうか。 V3 はそもそも生き残りが少なすぎる。
まあこれだよね、結局弾丸論破の命は裁判なわけで、裁判力のあるキャラはヒロイン、親友、主人公、ライバル等のストーリー力高いキャラと一緒にしないと、キャラが立たずにストーリーがまとまらんのよな。その上でにはストーリー上この枠の脱落が必要だったにの生き残りが単純にキャラとして悪いとかではなく、裁判で活躍できる1のキャラを1は生かして2は殺したってだけよね。あんまりギス近づくもらず仲良くやっていけそうだよな。に生き残りそもそもには本編中もそこまでメンバー間の雰囲気悪くないが狛江だというデカすぎる例外。3は全員を裁判に参加させるために議論スクラムがあったから、結果として裁判力とストーリー力を分けて考えられるようになったのでちょっと話が違うかなと思うけど。V3 は生き残り少ないどころか本当は全員死ぬ気だったからな。だから正確には生き残りというより死に損ないというか。そうだわ、メカニックとしてまあまあ活躍しているけどとにかく地味。割と常識的な範囲のことしかできないのがな。後発だけどイルマは発明家の才能を遺憾なく発揮していたからより霞んで見えるクズリュウとソニアは議論をまともに動かしてくれるけど才能が地味。どっちもトップ系だから全然活かされないし終わりは勘が鋭い描写はところどころあるけど2台が死ぬ要因になってて足引っ張る印象が強いし、才能も全然活かされない。総じてキャラ付けと才能が紐ついている弾丸論破なのに才能が活かされていないから微妙に映るんじゃないかな。そうだわ、推理にはまるで役に立たなかったけれどツッコミスキルで会話パートに貢献してただろ。というか場を裁判に限定すると才能活かせる側の方が希少だと思うし日常を加味した方がいい気がする。ソニアは咎の使徒狛江田の格乱でばらけかけた集団を改めて結束の方向けに導いたりしてる。クズリュウは3章以降命の危機やリスク覚悟の重責を背負う行動力がある。ソーダは3章の連絡手段の確立や4章のエレベーター修理してる。終わりは5章の狛江田捕獲を買って出たり直感を駆使して思考の誘導を牽制したりしてる。今適当に挙げたここら辺も認められないとなると2の脱落メンバーとの比較ならまだしも1や V3 の生き残りメンツでも才能発揮度合いほぼ皆無なやついるし2が特別劣ってるとは思えない。死ぬからキャラが立つんだろ。私様 VS なエビたちの前座にするため意図的に微妙なメンツにしたと思ってる。あのヤバすぎる5章と6章を乗り越えた2の生き残りメンツ大好きだが、そもそもには大半のキャラが狛江田にキャラ食われてるから本編だけならちょっと地味めなんだよね。みんな基本いいやつではあるんだけど逆に言うと当たり障りないというか。これよく言われてるけれど意味わからん弾丸論破人気投票の上位陣の2率高いじゃん。狛江田、七海、日向は言わずもがな、田中、積木、三田だって全シリーズ含めて10位前後に入れるくらいの人気があるし、ソーダもそのすぐ後ろにつくくらいには人気あるぞ。むしろキャラ人気は高い方だろ。他キャラの印象が食われてるっていうなら狛江田だけじゃなくて人気上位キャラ2だな。人気投票を参考にするなら2キャラはベスト10の半分占めてるけどベスト30には10人いないって感じだからまあこれも30位以降が開示されてないからあくまで参考にしかならんのだが、実際に死んでるのすでに個人だった七海くらいだしな。謎だらけじゃないか疑問だらけじゃないか不思議だらけじゃないか僕は認めない。委員長なんて認めない。ビデオなんて認めない。バーベキューなんて認めない。アニメ絶望編なんて認めないよ。3アニメ非定期よ。起きた後のこと考えたらシステム改良のために日向とソーダだけはリタイアさせられないという。じゃあ実際誰が生き残ればよかったんだ。狛江田七海はあそこで死ぬからこそ5章が完成するわけだし、個人的には初期は生存予定だったらしい。西園寺が生存者だったらどうなってたのかなって気になるところはある。西園寺が生き残るとしてそのプロットだとクズリュウの枠なんだけど結局成長枠は一人なんだよな。でもクズリュウは丸くなりすぎな説あったから西園寺なら成長しつつ適度に毒を吐いてバランス取ってくれそうな気もする。あと積み木黒の反応みたい。ただ西園寺生存ルートだとクズリュウが死ぬんだよな。ペコにかばってもらったのに結局死ぬんかい。二章なんだったんだみたいなことになりそう。そっちだとクズリュウがロボ化してるからクズリュウはペコと共に死んだんだなって空気になってたような気もする。まあ託されたのに死ぬっていう悲壮感もそれはそれでいいと思う。西園寺も成長しかけたところを殺されたわけだし、初期は3章で積み木が三尾だと2台をやるんだっけ。それだったらまだ2台の死因になってないあたり終わりのヘイトも少しは控えめになりそうだけどどうだろうか。それはそれで終わりのキャラがさらに薄くなる気もするんだよな。どの章も普通に面白かったから気にならなかったなぁ。狛江田と七海に他キャラが存在食われがちなのはしゃあないとは思う。生き残りに限らず2のキャラはいいやつなんだけど弾丸論破のキャラにしては毒気が足りない説はある。特に2章裁判でクズペコ同情ムードになるのはこのメンバーならではというか、でもあいつら人殺しじゃんってなれるのが西園寺くらいしかいないんだよな。
もちろんその毒気薄めの奴らが実は絶望でしたっていうのが77期生の魅力なんだけど、その辺アニメの雑ビデオ雑素性で曖昧にされたのが悔やまれる。キャラクター男女それぞれ8人並べてまともじゃない奴上から5人殺したのが男、まともな奴上から6人殺したのが女って感じするよね。マジで終わりだけはわからない没案でライバル枠だったなゴリなんかね。七海と小前田が一気に消えたのが響いてる。ただ男子組はあんまり違和感ない女子の方がちょっと。二章の展開やった後にクズ流死んでたら、それはマジで面白くない逆張りだったと思う。制作側もそれが分かってたからこそクズ流生存に変更になったんだろうし、とはいえそれと西園寺の死はまた別問題だよ。もっと成長見たかったよ。無印、苗木、キリギリ、戸上、朝比奈、葉隠れ、深川に、日向、そうだ、クズ流、終わり、ソニアさん、苗木、朝比奈、宗像、見たらいキリギリは蘇生のため除外 V3、西原、春川、夢の、シリーズ減ることに生存者一人ずつ減ってるから、もし次回作で殺し合いが続いていたらたった二人しか生き残らなかったのかも。ゲーム4作目、二人5作目、一人6作目、0人7作目、一人になるってこと？終盤でシリアスやらなきゃならないから口調やキャラが濃すぎる生徒は基本生き残れんのよ。ジェノサイダーはまあいろいろな意味で例外だし。いかがでしたか？このようにこのチャンネルではゲームについてのみんなの反応をまとめていくので、ゲームが大好きな方、ぜひチャンネル登録お願いします。コメント、高評価も励みになりますのでぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。